主に妖怪とか精霊とか神様とかそういった精神的な存在を書いている金子と申します。よろしくお願いします。その土地に、眠るなんか精神風土とか地霊みたいなものとかそういったところからインスピレーションを得てなんか深いところから出てきたそういった感覚とかビジョンを何かの存在として描けたらなんか面白いのではないかと思って書いてみました、はい、今回荒ぶる神々ということで、こう何か荒々しい神様を、そういった絵を集めてみたつもりです。で展示の流れとしては最初にそういう神様がいてで次実際の風景と合わさったような、リアリティのある空間になって最後にアトリエの小空間みたいな、作家の頭の中が分かるようなそういった流れで、リアリティが増してくるような感覚で、展示の、流れにしました。ドローイングがすごく大事だと思ってて、そのためには何かこう高揚感とかなんか楽しい感じでドローイングとかスケッチを繰り返せたら一番いいイメージが出るんじゃないかなと思ってで自分の居心地のいい空間を再現してみました、はい。で自分をやっぱりいい方向にこう誘導することによってやっぱりいいイメージも生まれてくるんじゃないかなと思ってます。描いてるとなんとなくこれだなっていうのが分かってきて描いてる時のやっぱりリアリティとか実感みたいなのがあってそれが強いものを選ぶことにしてます、はい。最初妖怪ばっかり描いてたんですけど最近は神様系が多くなってきまして、やっぱり幽霊とか悪霊みたいなものとかあんまりそっちばっかり描いてると、自分の中のその、陰と陽で言ったら陰の方向がどんどん活性化してしまう気がしてやはりそういったプラスとマイナスをうまく、取っていくバランスを取っていく必要があると思うんで、まあ、何かこう華やかであったり明るいものであったりそういうものもバランスを取る意味でも描かないといけないかなって思ってます。巨大な神様はやっぱり巨大に描いた方がいいと思います、その存在のなんかスケール感とかやっぱりあると思うんですね。種類いろんな種類のものがあってでこじんまり描くタイプのものも多分あると思うんでそういったその絵のサイズとかよりはなんか存在感みたいなのを重視して、そこを基準にして大きく描いたり小さく描いたりしてます。多分人間って興味を持ったものを描きたいというおそらくなんか本能みたいなのがあると思うんでそれが多分生きることにつながっていて描くことによって何か可能性を広げられたりとか何か自分にいいのではないかという予感というか、そういったその感覚がもともとあってそれを感じていたんだと思います。